回は日本で2番目に大きい湖、霞ヶ浦水系の日立利根川にてブラックバスを狙いにやってまいりました。とりあえずテトラ地帯にスモラバを投げてみます。ちょっといい場所っぽいので居つくために座ります。近くでボラの子供がたくさん跳ねているので、似たようなルアーのフローショットに変更してみます。日が差しているところと影になっているところの境目も結構バスがいるみたいなので、そこを通してみます。なかなか反応がないので立ち上がってテクトロに変更です。バスゲットでーす。なんだか色が白いバスですね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。